仕切り直してですね、はい、ちょっと今オープニング行っちゃったんで、本当はこっからっすね、歌った後にね、歌った後に行く予定だったんですよ。結構ありがとうございます。ちょっとこれ切りづらいっすね。長いな。はい。ララ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 。孤独な仲間と共にここゆく。デスタイカルミキシルで。目の前に広がるさまふさまふな山は肩の力抜いて、あの光までもう少しかな。ただ意味もなく続く道、霧の向こうには道、右左手地道に分かれた道にここで分かれ、あとはその先だけ進むだけ、そのスピードは遅かれ早かれ、背中にはでかい夢を抱え、流れるように進む時間、あのゴールまで一っ張りにしてき、剣が自信と繋がる時、道ができ夢を掴むための木。いつの間にか忘れたのか、大人へと歩む道の中で、いつの間にか忘れたのか、隠して流れに身を任す人生が忘れたのか、唱えと歩む道の中で、光と闇をさまやけど、誰にも胸には道しるべ。 Always 生まれた目を背中に、 Always 風に身を任せて、一歩踏み出す場所、記された道をひたすら進め。 Always 生まれた目を背中に、 Always 風に身を任せて、一歩踏み出す場所、記された道をひたすら進め。タイミングでオープニングを行こうと思ってたんですよ。そしたらちょっと早めにオープニングが始まってしまって、はい、オープニングが始まってしまったんで、はい、というわけで始まりました。はい、乾杯いきますか。久しぶりな気がするな。久しぶりですね。乾杯。さつきくんお店で待ってるよ。ありがとうございます。そう、今日も来てるんです。いや、誰も来てないですね。だめそうですね。1週間ぶり、2週間ぶり、1週、2週ぶりかな、2週ぶりの放送なんですけど、覚えてるかどうかちょっとわからないんですけど、はい、2週間前に、はい、その明日お店に行くよと。あー、はいはい、覚えてます。はいはいはい、はい、固定ハンドルみたいな感じで、僕結構わかりやすく名前も書いてあって、さつき指名で、初指名行くねみたいな、本当に明日行くんでよろしくお願いしますみたいな、うん、来てて、僕もまあまあ期待してたんですけど、うん、まあ来ませんでしたっていうのをちょっと報告しようと思って、はい、冷やかし、冷やかしです。もう信じることはないですからね。その待ってるって、明日行きます、お店で待ってます、はい、今度会いに行ってもいいですか。もう絶対信用しないって、はい、来るわけないよね、はい、来るわけないよね。そうでも、はい、来てくれる人だったら多分もう、はい、こんな言う前に来てくれてるもんね。そうなんですよね。実際これを見て来てくれた方は、まあ、何人かいて、うん、だからそういう方たちはもうそのいちいち言わずに行きますから、うん、はい、うん、ちょっとねやっぱりね、まあ、こういう風に LINE ID とかも載せてるとね、冷、はい、やかしとかもやっぱ多いからね。冷やかしもまあぶっちゃけ多いっすね。多いよね、はい、すごい連絡は来るんだけどみたいなやつとかありますね、うん、っていうかなんで先週やってないんだっけ。先週僕がちょっと休み、ああ、はい、4連休ぐらい
3連休しましたね。ナンバー9に入った途端に3連休ナンバー9に入った途端にじゃないですけど、本当に体調崩して3連休からの1日挟んで、1日出勤して1日出勤してまた3連休3連休、はい、すごいね。そうなんですよ。で、季節の変わり目だったんで、風もすごい流行ってて、ちょっと痩せたんじゃない？それで風で。いや全然変わんなかったですね。体重ちょっと期待して乗ったんですけど、全然でした。どうしたの？ちょっとゲップがなんかで、それなんか上がってくるんですよね、いろいろ。何かが。なんか上がってくる時あって、でそのまま勢いいい時だとなんか出ちゃうんですよね。はい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 。はい、逆流性食道炎みたいなここがずっともやっとしてるっていうのありますね。さっちゃん髪切った？あ、髪切りました。 ありがとうございます。気づいていただいて。そうなんですよ、6年、5年ぶりですか、5年ぶりに高校生の時に行ってた美容室に行ってきて、はいはい、いやまあちょっと緊張したんですよね。全然覚えててくれるかなとかいろいろあったんですけど、もう覚えててくれて、うん、久しぶりに会話が弾みまして、きっかけがあったんだよね。きっかけがありますね。はい、その行かなくなったきっかけですね。まあその人のことを僕高校生の時に結構恋をしてたんですけど、うん、まあやっぱ憧れ、年上の人に憧れる時期だと思うんですけど、うん、すごい綺麗な人で、あーやっぱ可愛いなと。まあ毎月月1回お小遣いというか、お小遣いだったりバイトしたのを握りしめて行ってたんですよ。で、まあ、それが本当月1回の楽しみだったんですけど、まあずっと切ってもらってて、3年間4年間ぐらい切ってもらってて、である時 Facebook を見たら、そう結婚しましたっていうのが、うん、花嫁の写真で上がってて、でまあその同棲してるみたいなね、知ってたんで、うん、まあそれはいいとして、結婚はちょっと知りたくなかったなと思って、まあそのタイミングでちょうどホストも始めたんで、うん、もうちょっと歌舞伎町の美容院行こうと思って、それで行かなくなったっていう、はい、ちょっと淡い思い出なんですけど。でそれから行き始めた、はい、美容室、はい、美容室というかまあ美容師さん、はい、美容師さん、はい、すごいフリーでなんかね、フリーで、はい、そうなんです、はい。それもまた行かなくなったきっかけがあるんです。それも行かなくなったきっかけはちょっとありますね、はい、もう切ったんでしょ。いや切ってはないです。ちょ見てるかもしれないんで、わかんないですけど、ちょっとつながりはあるんで、はい、美容室ね、はい、結構こだわりあるもんね。そうなんですよね、こだわりが結構あって、一番大切にしてるのはやっぱ会話なんで。そうなの、はい、髪じゃないとかは結構どこでもよくて、まあ、リラックスして、まあ、会話をできる人っていうのも何も一番大事なの、一番大切ですね。もうめちゃくちゃ喋るんで、1000円カットはいかないんだ。1000円カット、昔子供の頃は全部1000円カットだったんですよ、はい、会話ね、会話重視か。会話、はい、あんまりなんていうか男の人、まあ男性だったんで最近切ってもらってる人は、うん、仕事以外の男性の人でなんか絡む、要はホストやってないで男性と絡むって話ができるってそれぐらいしかないんで、それ結構新鮮なんですよね、別の仕事の人と会話するみたいな、うん、あんまり機会がなかったんで、まあ、それを大切にしてたんですけどね。どんな会話をするの？会話、いや、どういうこと考えてその人が美容師をやってるのかとか、はい、その人が興味あるんだ、はい、将来こうなっていきたいとか、まあ、でその人はバーやってる方だったんで、そのバーがどういう感じなのかとか、そういう話ですね。結構真面目な話。深いね。はい。どうしたらコメント読んでくれますか、だって。コメント読んでます。どこの美容室なの？あんまりこだわりないな、俺は。固定してないですよね。うん。お
男の人と女の人とどっちに切ってもらいたい？どっちがいいとかあります？どっちだろう。でも男のなんだろう髪の長さやったらね、やっぱ男の人が上手だよね。確かに、うん、読んでもらえた。コメントを、はい、拾いますか。コメント拾ってますね。はい、はい、拾ってます。異性の方がモテる感じに仕上がる言うよね。あー、なるほど。まあ、モテるというかやっぱその人もやっぱ異性なんでその人が好きな感じになりますよね。その好きなスタイルというか得意なスタイルがあるじゃん。AV の話めっちゃするっすね。ねえ、はい、好きな AV 男優。 AV 男優どういうこと。さつきがなんか似てるみたいな前あったやん。いや似てるみたいなありましたけど、あったよね。でも最近も一切言われないっすね。昨日僕田中圭に似てるって言われましたね。田中圭って、はい、俳優さん。俳優さんですね。昔言われたことあるんですけど、久しぶりに言われました。いや思ったんですけど、ここのリスナーの方は結構やっぱ下ネタが大好きですよね、うん、すごい。勝手に言って勝手に盛り上がるみたいな、うん、すごいあるっすからね。ワンちゃんやっぱ毎回しずくがゲストでちょうどいいかもしれないあの時もコメントめっちゃ伸びましたからね。うん、全然似てない人に言っちゃったお赤飯、お赤飯とお稲荷さん、どっちが好きですか？うわ難しいな。子供の頃お稲荷さんだったんですけど、最近お赤飯もいいなって思うんですよね、あのもち米がいいな。どっちも1年以上食ってないかもしれないわ。あ、本当ですか、うん、おにぎりでたまに買ったりしますね、おにぎりさんとか。お酒飯のおにぎり、さつきこの前、うん、無料案内所にいたわ。誰なんだよ誰だよ。無料案内所僕行ってないですけどね。お赤飯のおにぎりあるんだ。赤飯のおにぎりあります。美味しいです、うん、青森はお赤飯甘いよね。そうなんですか。え、お赤飯って甘いものじゃないの？え、あ、うわ、お赤飯甘いんすか。え、あれでしょ、もち米でしょ。もち米に、うん、え、砂糖かけるってことですか。いや、砂糖かけてるのかな。甘いよね、でも甘いもんね。ああ、あ、じゃあやっぱ違いますね。違うんだ。はい、お稲荷さんも甘いよね。お稲荷さんは甘いです。お稲荷さんは甘いです。地域性、四国も甘い。じゃあミータンとかも甘い。甘いですかね。甘い。ごま塩かけますね、僕も赤飯に。はい、ごま塩の味で食べるみたいなイメージ赤飯。はい、甘納豆。あ、どんなんだったっけな。これ小豆ですね。うん、うん、やっぱ地域によって全然違うんすね。笑ってたんですよね、うん、そうなんですか。もう僕は嫌いじゃないですよ。あずきってちなみにどこなの。いや、どこあずき
あずきか、あずきって言ったらでも、うん、上じゃないですか。上のどこから上の、首よりは、首より下ですよ。へそより上ですね。あずきは、あずき、はい、まあ好きなんだ。あずきは別に好きですよ。ああ、はい、そうなんだ。はい、あずきは好きです。この前さつきに抱かれました。本当かい。何です。なんか最近、はい、多いですね。何がそういう話多いですね。そういう話多いですか。うん、これやっぱり勝手に言ってる人が多いですからね。心当たりだってあったらあるもんね。心当たりは別にないです。ない、はい。地方とか全然行ってないな。そうですね。母ネタないの。あ、なんかしましたか。母何もしてないです。あ、そうだ、思い出した。話すことありましたわ。母で思い出しました。母、僕のおばあちゃん家に、はい、オレオレ詐欺かかってきたんですよ。おばあちゃんに、はい、で、二世帯住宅っていうか、僕の実家が同じマンションのフロアで、201ちょっと危ねえ。危ねえな。まあ番組です。で、まあ隣でこう住んでるんですよ。はいはいはい、2つ、まあ、部屋があって、うん、で、まあ繋がってはないですけど、ドア開けたら、まあ、すぐ行き来できるようになって、うん、で、お母さんは基本的におばあちゃんの方で寝てるんですけど、なんで電話とか取るのも基本的に母親なんですよ。で、そしたら電話がかかってきて、どっちにも電話はあるんだ。どっちにも電話があります、どっちもなるんだ。どっちも、あ、同じ番号じゃないんで。あ、そうなんだ、はい、で、その 20?20 は言ったら、はい、まあでも20は別に言ってもいいですから、住所言ってないんで、で、そこに電話かかってきて、なんかエコーめっちゃかかったような声で、めっちゃモヤモヤしてて、うん、で、そこに電話かかってきて、母親が出たんですよ。はい、でそしたら、新宿駅で、うん、待ち合わせをしてたら、うん、財布と携帯を忘れてしまったみたいな、うん、で今この番号はなんか050から始まる番号で、うん、でその番号は会社の上司になんか借りてるみたいな、うん、だからこの変な電話番号になってるんだみたいなことを言われて、でこのあと忘れ物センターから電話があるから、そしたらこの番号を言ったから取ってほしいみたいな、うん、絶対僕がおばあちゃん家の電話番号言うわけないのに、うん、その時点でお母さんもパニクってるんで、もう信じて、で忘れ物センターとかのやり取りして、でお母さんも信じてて、最終的に僕が携帯一瞬止まったんですよ、うん、でそしたら何止まってんだろうと思ってWi-Fi あるところで父親に連絡したら、うん、まあ、携帯なんか止めたと、うん、まあ、契約者が父親になってるんで、うん、でそれで連絡してたら、なんかお母さんから連絡来たけど、なんか携帯忘れたらしいじゃんみたいな言われてて、うん、で僕の携帯止まってて、いやでそんなことはないよって言って、そこでようやく気づいたんですよ、うん、いや怖すぎるなと。そのまんま忘れ物センターとやり取りして、うん、で連絡先とか全部抜かれて、で、会社の後輩がお金取りに行くって言って、オレオレ詐欺、実際お金引き取るんですよ。もうほんと怖くて、母の日に僕ちょっと何かやろうと思ってたのに、うん、それ聞いて僕ちょっと怒ってしまって、うん、ちょっとショックで、うん、なんでそんな騙されるんだろうって思っちゃって、うん、声も全然違うのに、ちょっとそれで家族がちょっと揉めたっていう。うん、親名義の携帯使ってるサツキが怖いやって。いや親の名義ずっと変わんないですね、僕中学校から、うん、あ、中学で携帯持ってたんだ。中学から携帯持ってて、その時からずっとその名義ですね。いや怖いわ、うん、自分名義の携帯買いなさい。もうね、変えられないですよね。な
なんで？これ10年使ってるといいことしかないですよ。毎月1500円くれるんですよ、au が。それはもうやっぱやめられないですね。携帯代は親が？いや、親じゃないですよ、払ってますよ。本当は？払ってますよ。本当は？サツキが。本当は？払ってますよ。ダメだよ、嘘は。いや、嘘じゃないですよ。そうなんだ、うん、埼玉行くの？え、埼玉？埼玉？地方、え、地方、なんか、え、営業行ったことあるの？どういうことだろう？まあ、確かに名義だけ変えられるよって。ああ、名前だけね。携帯代払えなかったのね。携帯代払えなかった時もありますよ、やっぱ甘えん坊だからね、うん、どこもダメなんですか。どこもダメだよね。au 親切なイメージありますけどね。どこのなんかキャリア、会社がやっぱ一番人気なの今。ソフトバンクじゃないですか。ソフトバンクか、まあどこか。 au やっぱ使ってる人はそんな聞かないですから、ね、そうなの、うん、KS だよ。みんなカスだよってことですドコモ、ああドコモは全部カスカスだよってこと。ソフバンはダメ。よくわかんないな、コメントが。犬ダメダメって。あ、犬、あ、ソフトバンクの、あ、犬ってことですね。ソフトバンクを犬って言ってるんじゃないですか。あの、白溶けろ。でもどの会社も長く使ってるといいことあるよね。そうっす。あの、ギガとかくれますよね。うん、それもセブンだもんね。これセブンっすね。あの犬何もしないから。でも CM とか見てたら au があの桃太郎だっけ。 au 桃太郎っす。で、ソフバンがあのお父さんのやつです。え、ピコ太郎出てなかったっけ。あれソフトバンクがピコ太郎っすね。ビーバー、ジャスティン・ビーバーと。はい、ドコモないよね。ドコモが、あれす、角野卓造っす。角野卓造、綾野剛と角野卓造とハリセンボンの春菜が出てる。そんなあったっけ。はい、ドコモの CM。 ドコモの CM で。ドコモ一番弱い気がすんな。はい、昔の方がなんか CM すごかったっすよね。あゆ、うん、とか出てませんでした。出てた気がする。あゆは通貨みたいな。それは分かんないけど、通貨覚えてます。通貨分かんない。通貨っていう携帯の会社があって、うん、もともとピッチとかだったと思うんですけど。あ、はいはいはい。それで浜崎あゆみとか松本人志が宣伝してました。 au は映画の割引あるじゃん。ハリセンボンの春菜と歩いてたよ。歩いたことないですけどね。あ、再婚しましたの、そうっす、再婚しましたのやつがドコモの CM ですね。今日なんかコメントがちょっとよくわかんないのが多いですね。はい、ジェイホンね、ジェイホン懐かしいね。ジェイホン懐かしいですね。その前がスカイメールとか知ってる。スカイメールがジェイホンっすよね。ジェイホン、はい。その次がソフトバンク、ボーダホンっす。あ、ボーダホンか、はい、ボーダホンが多分一番ヤバかったんじゃないですか。黒歴史なんじゃないですか。ボーダホン最高。初めて使った携帯ボーダホンだったっすね。でもメールの仕方がちょっとめんどくさいんだよね。なんかめんどくさいっすね。アドレスがずっとボーダホンなくなった後もボーダホン
.jp みたいな感じでしょ。うん、え、今日、今月最後の放送？今月最後じゃないと思うんですよ。あ、最後っすわ。今月最後っす。やばいですね。やばい、やばいっすか？やばいですね。5月終わっちゃいますよ。5月終わりますね。29日は？最終週はないと思うんですよ。ないんだ。ちょ、5月早いっすわ。早いね。全然やばいな。さつき頑張らないと。もう梅雨が来る。梅雨の時期っていつから？それ6月ぐらいじゃないですか。だかなんかここ数年梅雨あんまイメージないですけど ね、 ね、今日暑すぎなかった。今日っていうか最近やばいよね。昼やばいっすね。30度いってない。28、9、ね、30度近いっすよ。やばいよな。今年の夏やばいな。はい、爆発しますね。夏ジャケット着れないんじゃない？もうはい、着たくないっすね。タンクトップにハーパンみたいな。タンクトップはちょっとあれですけど、ハーパンもちょっとあれですけど、ちょっといろいろ NG が NG が多いんだ、はい。薄着で出かけられるの楽じゃない？まあ確かに休みの日とかはやっぱ楽な格好したいな俺は。いや、そうっすね。うん、スウェットしか履かないっすもん僕は。シュプリームのスウェット楽だけど、スウェットももう暑いじゃん。はい、好きな話です。眞子さまと同じ年。眞子さま、あ、遠眞子さんですかね。トマコさん確か2個上かなんかだったと思いますよ。2個か1個上、同い年ではないです。ホストの眞子様じゃないんじゃない？最近のメタ的に。あー、そっちの眞子っすか。、うん、そっちの眞子も、うん、そっちの眞子も眞子様ね。そっちの眞子様は年上ですよ、確か1個上。海のね、なんだっけ、海グランプリだっけ、湘南のグランプリだっけ、あのプロポーズした男の人、なんかそうなんすね、夏男みたいな。すごいですね、結婚すごいよね、早いよね。はい、あ、海の王子様。海の王子様、うん、コメントとか、はい、本当に下手なこと言えないんだろうねって思ったもん。あの聞かれてたやつが。いや、そうっすよね、うん、でも どんな感じなんですかね、うん、でもやっぱ普通の男の子なわけじゃないですか、うん、だし、まあ普通の女の子よ。はい、はいみたいな、なんか憧れの動画みたいなの言うっすかね。そう、テレビ回ってないところはやっぱコカレロとか飲んでるんじゃないのかなって思ってるんですよ。コカレロなんだ。コカレロやっぱ夏のやっぱ海の家みたいなやつはコカレロ好きっすよ。あ、でもまあショットは飲んでるよ。テキーラ、家がコカレロ、あのコガネムシみたいなサングラスかけてコカレロ飲むんですよ。どんな感じで誘ったやろね、眞子さまに。どうなんすかね、大学が一緒とかそんな感じだと思うんですけどね、うん、あんま遠いところは。大学が一緒だった気がする、はい。で、まあ海の王子様だから海の家行って、はい、ウェイ言うて、ウェイ言われたんでしょうね。出会って1年ぐらいでね、もうプロポーズしてたっていう、すごいですよね。どうですか、出会って1年で。出会って1年、うん、ちょっと想像つかないですね。日本のええとこ教えて。場所っていうことですかね、それとも、あのポイントってことですかね。インハワイ。ハワイ。本当に。本当か。森の天然水。なんか流行ってるんですかね。
お、ICU に行ったんですね。どういうことなの？ ICU はキリスト教の学校ですね。にに、眞子様が多分通ってるんじゃないですか。だから皇族って人道なのにっていう。ミロのヴィーナスのどこを見る、サツキは。その下ネタをやっぱ言わしたいんですかね。それでちょっとまた思い出しました。僕この間変な電話かかってきて、はい、あ、もしもしみたいな、まあ、白番あんま出ないですけど、何回もかかってきたんで出たら、あ、もしもしみたいな、なんか言われて、はいみたいな、どちら様ですかみたいな、あ、さっちゃんだよねって、おじさんなんですよ、うん、で、会話してたら明らかに、ね、結構その性的な目的のやつなんですよ。例えば普通にえ、さっちゃんはさ、みたいな、おちんちんが、みたいなとか、うわーみたいな言われて、ごめんなさいって言って切って着去したんですけど、たまにあるんですよね、本当に。さっちゃんのおちんちんが何ですか？さっちゃんの、なんか、うん、気持ち悪かったっすね、本当に。びっくりしちゃって、僕結構で、もう痴漢とかされた女の子の気持ちとか分かったっすね。いきなりなんか言われたら、やっぱもうびっくりしちゃう。そう、おじさんがさっちゃん目当てだったんですよ。おじさんじゃないかもしれないしね。まあでも声で大体わかるか。はい、小太りな声でしたね。ドラマ見てる？ドラマ、ドラマ前言ってたあれだけさ。ドラマどうなったん？ドラマどうなったんってどういうこと？俺のドラマではないですからね。楽しみにしてますよ。ああ、なんだっけ、あなたのことはそれほど。はい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 、はい、夜中に女一人で歌舞伎を歩くの危ない。声はかけられるでしょうね。まあ、歌舞伎町に限らず危ないだろうね、やっぱ最近は。はい、だんだん春がやばい。だんだん春がやばい。あ、あのドラマの話だと思うんです。春っていう人が主演なんで。はいはいはい。いや、まあ、いろんなリスナーの方もいるんですね。うん、はい、ゲイは好きですか？うん、あ、僕は好きですよ。二丁目行ったりもするんで。一緒にサウナとか。一緒にサウナ全然あります。僕通ってるサウナほとんどそういう人たちしかいないですからね。みんな。めっちゃ見ますからね。めっちゃ見てくるんだ。めっちゃ見ますよ。もういつも同じ人に見られますね。マオとかだ、それでちょっとお前もう行きたくないみたいな最近言ってんすよ。だから守ってあげようと思って、今度見せたら話しかけようと思って。まあ、連絡先交換ぐらいはいいんじゃない？連絡先交換はしないですよ。今度東京行くから歌舞伎町歩きたい。歌舞伎町ってでも本当になんか働いてみるとイメージすごい変わるけどね。全然違いますね。うん、勝手に作り上げるもんじゃないなって思ったっすね、イメージを。サスケ、新しいズボン買いなさい。ズボンですね。あ、穴か。穴、これいいと思うんですけどね。涼しいですし。相当穴広がったよね。穴広がりましたね。おしゃれっす。それおしゃれなんだ。おしゃれっす。おやつっす。その格好で営業するの？この格好で営業しますね。うん、今日動きやすい格好っす。結構急いで。走ったりしなければ。
真相に逃げ込むから助けてください、ぜひ。新大久保から先は行けない。新大久保もう夜中めっちゃ怖いですけどね。逆に、はい、薄暗くて、うん、あと日本人がほとんどいないんで、うん、女と歩いてるホストあまりいなくない、うん、どうですか。そんなことないと思うんですけどね。半分以上半分以上っていうか過半数じゃないみんな誰かと歩いてますよね、うん。うん、あ、確かに多いと思いますわ。そうなんだ。はい。豚食えないんだ。豚多分牛豚食べられないじゃないですか。伊勢丹でホストよく見るよ、うん、ここ何年だろうね、そうなったの。でも5年ぐらいじゃないですか。絶対になかったよね、前まで、はい、ほぼだって、なんだろう、川野とか川野か、あれじゃないですか、ロイフラ、ロイフラとか、はい、ロイフラですよね、ホストといえば、うん、なんか、変わってきたよね、はい。銀座は行かないの。銀座、あ、銀座であそこ行ってみたいですよね、銀座6って。あ、新しくできた。ちょっともうトレンド遅くない？この間できたっすよね、うん、ポストダサいから言ってたね。バンドマンとの区別は髪をセットしてるかどうか。あー、ポストのサンローラーフェンディグッチ好きなイメージ最近のね、まだ確かに確かに相当古い。哲郎さん哲郎さんの服装変わってくのめっちゃおもろいっすよねナンバーワンになった途端にめっちゃおもろいっすあれ、やっちゃうもんな。ポストってドンキ好きだよね。好きというか、あの、買い物しやすいんじゃないですか、時間帯的に。仕事終わった後でも買い物できるし。ドン・キホーテってでも最強じゃないの。ドン・キホーテ最強っすよ、うん、ないものないよね。ないものないですし、食べ物も安いですし、うん、しまむらドンキでブラウンド買うのやだドンキでブラウンド買ってもうたわ。なんか買ったっけ。か、サンローランのね。あ、サングラス、サングラスCM なくなったんすかね。ん、そんな時間40分っすよ今日大丈夫っすかちょうど言ったら、はい、タイミングで CM お願いしますって来たけど、はい、行かないでおくっすか。一旦行きます。いいんじゃないですか。一旦行きますか。一旦 CM です、どうぞ。最近どうよ。先輩のサポートマジやばくて指名取りに行ったし、チャイニングの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた。取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。
口悪っん？いやいや、いつも来るんですよ、コメントが。他店のね、他店の、なるほど、ね、でもこんぐらいやっぱ言われたら、その宣伝してる甲斐もありますよね、うん、もう覚えてるわけですからね、うん、まあいいも悪いもね、うん、さっちゃんは料理しないの？料理しますよ。最近作った自信の料理は？カルボナーラっすね。あー、カルボナーラ作れるの？カルボナーラ作れますね。パスタ茹でて？はい、パスタ茹でて、はい、で、ソース別で作って。ソースどうやって作るの？卵2個と黄身1個と牛乳と粉チーズです、僕は。で混ぜて、はい、でフライパンでやっちゃうとダマになるんで、はい、皿の上で僕はやってやります。結構早いです、10分ぐらいでできます。10分ぐらいで。で最後胡椒と粉チーズで。もうカルボナーラずっと作ってですね、この1ヶ月ぐらい。この1ヶ月、はい、もう平気で僕5日連続とか食べますから。カルボナーラしか食べないんだ。カルボナーラしか食べてないっすね、最近は。糖質制限ダイエットしてる。もう当分米食べてないね。糖質制限流行ってますね。マオと一緒だね。マオはもうやってないっすよ。もうやめたんだ。はい、やってないっす。豆乳にしたら健康的だよ。あ、健康そう。豆乳確かにいいですね。料理全然しないな俺。うん、簡単なんだったらもうすぐ作れるけど。ケンさん料理しないでほしい。しないでほしい。あのイメージがないってことですかね。ケンさん上手っすけどね。サスケに料理教えたの俺なんだけどな。ケン、はい、さん全部習ったっすからね。米も炊けなかったもんね。米も炊けないし、何も切れなかったっすからね。はい。唐揚げ。さつきの豆乳飲ませて。どういう意味なんですかね。豆乳出ないですけど。リンさんにはしてあげたいかも。さつきはもうお坊ちゃまだよね。最近でもなんか料理対決いいね。料理対決ですか。対決するんですか。料理グッズみたいのさ、はい、すごいよね。でも便利なやつもめっちゃすごいっすよね。あのお水を栓まで入れて、はい、あのでなんかレンジでチンでパスタ茹で上がるやつ知ってる？ああ、知ってます、はい、すごいよね。あれすごいっすよね。100均とかにも売ってるみたいですよね。そうそうそう。結構あの時間かかりますからね、鍋で茹でてパスタやると。沸騰するまでもそうだしね、はい、料理対決イベント、お店でやったらね、面白そうだけどね、はい、審査する人がここでやってもいないからねただ食って終わりですからねだし巻き卵もレンチンでできるよ。卵とチンって相性悪そうですけどね。爆発しちゃうイメージがあって、あの黄身に穴開けんすよね。穴開ける、うん、知ってるね。はい、なんで知ってんの？あの調べて、それでチンしてゆで卵っていうか温泉卵とか温泉卵みたいな作ったことあるんで。前なんか卵で火傷してた。卵で前火傷してから卵はとチームはもうダメなんですよ。それで覚えた。はい、あれはでもあの爆弾を仕掛けられましたからねもうあれほんと怖かったし、臭かったし、熱かったっすね。泣いたっすもん。本当に危ないっす。料理の料理対決、スタッフでやりますかスタッフに
作ってきてっていうのは大変っすよね。大変っていうかもう冷めちゃうっすよね。お前なんか作ってきてなかった？鍋じゃないですか。鍋だけだっけ？なんかもう作ってきたのを持ってこなかったっけ？あ、でもそんな時もなんかあったっすかね。忘れちゃったっすね。あとなんか、はい、マオと二人で作ってお店に持ってきたこともあるよね。あ、ありますあります。それはあります。何作ったんだっけ？アスパラベーコン。アスパラベーコンと筑前煮と、うん、あとなんかもう一品ぐらい。なんか作ってるんだよね。はい、普通もあったっすね。あ、お弁当ね。お弁当難しいだろうな。キャラ弁みたいなね。お弁当なんかやっぱほんとむずいっすからね、うん、作ったことないな、キャラ弁な。アスパラ季節なんだ今。確かになんかチーフアスパラなんか置いてたね、はい、最後の CM いきますか。はいはい、最後の CM です。どうぞ。最近どうよ？先輩のサポートマジヤバくて指名取りにいたし、チャイニングの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。残り10分くらいですか。はい、ラストンっすね。久しぶりに行きましょう。CM なんか早くなかった、はい、CM 早いです。感覚が、はい、ちょっとミスが。何にしましょう。夏の予定とか決まってる？夏ね、夏毎回なんか夏海とかプールに行くと、はい、体仕上げとけばよかったなってなるね。色とかも。やっぱ焼けてるやつかっけえなみたいな思っちゃうんですよ ね。ちょっとこう適度に体絞られてて黒かったらね、いいなってなるんだけどね。決まりましたか？歌舞伎町は色黒嫌い多いらしいよ。うん、あ、確かに。スカウトさんのイメージが。スカウトさんとキャッチのお兄さんのイメージが。ジェイソールブラザーズいっぱいいますからね、歌舞伎町に。色黒でちょっとなんか。短髪。はい、ヒゲ。ヒゲ、色眼鏡みたいな。ジェイソールズブラザーズの黒いのはいいかな。あの、みんなの統一性がいいんだろうね。グループとして歌って踊れて、はい、ね。新水湯黒い人少ないんじゃないですか。白さんぐらいですね。白さんこの間、あれ、ハクソン黒くなりましたね、ヒストラ行きましたって言ったら、めっちゃ満面の笑みだしたね、行ったよって言って嬉しそうだったっすね。ホームレスの企画はいつから、あ、もうやってますよ今、はい、第1弾で、春社長って人、方とレンジさんが、そう、レンジ社長と大阪だったかな、大阪のめちゃくちゃ田舎にレンジさんを飛ばされたみたいな言ってたね。
もう翔さんはあんなとこ行ったら帰って来れないって言ってたんですね。なんか GPS 的には京都にいるらしいですよね、うん、京都らへんに、ちょっとじゃあもう近づいてるんだ。はい、レンジ君はいいけど、ハル社長は現金1000円をもらい忘れたらしいからね、はい、で、GPS も起動しないらしいですからね、うん、え、ちょ、あるなって書いてあったんですよ。撮影はあの自撮りですね、はい、自撮りで。いや、行ってみたいっすね。結構ガチで、はい、メンタルとコミュニケーション能力がね全部試されますよね、うん、鍛えられると思う。成功はあの1週間以内に無事に帰ってこれたら。猿岩石知らない人もいるんだ、世代的に。白い雲のように歌いますか。やめよ。でも持っていけるものが1000円と携帯電話持っていけないんで、はい、結構厳しいと思うけどね。いやしんどいっすよ、うん、うわむずい、やばいやばい、全然決まんないっすわ。ヒデさん、イーブンイフって分かんないですよね。平井健の、ちょっと分かんないな。確かにご飯もね、ご飯もそうだし、このお風呂とか着替えとかもね、ないからね。風呂はもう絶対我慢っすけどね。公園っすよ、公園、公園だろうね。公園っすよ、全然。かもうめちゃくちゃ親切な人に貸してもらうから、はい、そんな人いないっすから、うん、わけわかんないやつ家に入れるってなかなか、なかなか、なかなかな田舎でもね、はい、あの田舎に泊まろうとかあるじゃん、はい、なかなかな田舎でもやっぱないからね、うん、平井堅は瞳を閉じてって。瞳を閉じていいっすね、はい、あ、ファイヤー行きます。ファイヤーむずいっすかね、清水翔太の。清水翔太、はい、歌えないでしょ。歌えないっすね。ちゃんとお前が歌えるのにしよう、はい、決めるの長ない、ちょっと。いや今日むずいっすわ。今日むずいとかあんの、うん、愛の塊いきます。なんでもいいよ、ほんとにサスケが歌えるのに一緒、ちゃんと新一みたいになってる。あ、トゥモローネバノーズどうすか。誰の歌。ミスチルス。どんなやつ。果てしない闇の向こうに。なんでもいい、サビならわかるわ、きっと。いたします。ホームレス界にも序列あるみたいだからね。そうなの。あんまなんか干渉しなさそうですけどね、お互いに。やっぱ自由を追い求めてる人たちよね、ホームレスの方。これまた前奏長い系だね。デレレンピアノ。とどまることを知らない時の中で、いくつもの散りゆく街並みを眺めていた。幼すぎて消えた帰らぬ夢の面影を、少年に重ねたりして。
無邪気に人を裏切れるほど顔を知らっていた分かり合えた友の愛した人でさえも何事さえできずにもう痛みだけ空中で駆け抜けるけれどもまだ明日は見えず勝利も敗北もないまま孤独なレースは続いていくもうちょっと上がったわ、はい、人は悲しいくらい忘れてゆく生き物愛される喜びも、はい、寂しいかもはい、というわけで、はい、今週も銀とサスケのモヤモヤなんでありがとうございました、はい、ありがとうございました今日結構モヤモヤできたんじゃないでしょうか今日はね、はい、今日は久しぶりにモヤモヤしました、はいコメントもモヤモヤしてありがとうございます来週もよろしくお願いします、はい